はい。えー、ちょっとね、ドーリングスさんの商品紹介が続いてますけど、今日は、プロプリファードウィザード02ということで、最上位モデルですね。えっ、ー、と、前回までは、ハイパーテックディープウェルポケット17,600円ということで、軟式の、えっ、ー、と、これは、普及モデルですね。ボリュームゾーンと言われるところ。そちらの方のね、 あの紹介だったんですけども、まあ、何が違うのかなというところからね、えー、お話ししていきたいと思います。あお客さん来ちゃったなちょっとじゃあ後ではいえー、とお帰りになられましたんで何の話かっていうとそう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 この最高峰とそれから普及モデルで何が違うのかまああのいろいろね解釈はあるんですけどメーカーさんうにはね このグラブの良し悪し価値っていうのはまず材料材料が50%を占めますよと、まあ、あとはシェイプとかレーシングとかあるんだけどこのいわゆる革ですねこっち最高峰のプロプリファードウィザード02のはプロプリファードだからこれ切符レザーですうしね12年のちっちゃい牛はいでこちらは3年とか5年とかの ステアで特にカタログにも何ステアとか書いてないんで天然比較としか書いてないんでまあります、まあ、焼肉でいうと a 語ランクかどうなのかっていうところですよね。はい、でまあその焼肉のその、えー、料理調理方法とか味付けとかね タレをどうするとどうなるかっていうのがまあその辺のところもあるんだけど結局その材料があのよし悪しを決めるんでその最高峰ローリングスの最高峰ということになります。今言ったキップレーザーですね。ちょっと前までダッチビルの,あのオランダの,あのキップだったんだけど変わりましてね最近はこちらでございます。で今回の02ですから 前も紹介した内野手とか外野手とかね紹介しましたウィザード02はこのツイストバックこの指先が特徴です今までのウィザードの機能に加えて指先が強いというところでウィザード0201はこれ、えー、とシングルのウェルティングになりますねここが強い ここが強いということですね、はい、切りはみしっかりした太いものが入ってございますねまずはこのツイストバックについてお話し,しましたそれからおさらいになりますがウィザードですからウルトラベルトクロージャースタイルということで UBC スタイルと呼ばれるその内容についてお話ししていきたいと思いますまずはジョイントバックストラクチャーここですねここでキュッキュッキュッって曲がりますよということで 間口を広く取って曲がりやすくしてボールがグッグってこう握らなくてもつかめますよというねスタイルであ広めでつかめるんで手が入りやすいね握り替えがしやすいとだから守備力を高める魔導グラブということで補給から素早く送球ができるというのが一つの特徴のスタイルでございますが。 2つ目パウパッド独立したこれはあのレースで止めてますけどこの交換可能なパウパッドふかふかのムートンでしっかりリストをホールドしてフィット性を高めるというものですねはいそれから3つ目ミドルガセットまあこちらのねあのフィンガーシフトのスタイルもそうなりましたけれども 普通ガセットが人差し指と中指の間なんだけれども人差し指と中指の間なんだけれどもじゃなくて中指と薬指の間に入ってます。だからこういうふうにこういうふうにねここでこうキュッキュッキュッって曲がりやすい。これあのえっとあれだなドリングスの今の,あのグラブデザイナーの。 えっと、日高さんが提唱するところですねだからこのジョイントバックストラクチャーとこのガセットが相まってこういうこういう感じでこういう感じでねキュッキュッキュッって掴めますよということになりますねはいまあそういったところがねウィザードの特徴ですが0 2になるとこのツイストバックになりますよということで、はい、じゃあ細かいところをお話ししていきますとえー、とライニングは見えます ちょっと見づらいか、うんえー、グリップチュービーレザーということであのアメリカの USA モデルだとプロプリファードにはピッタードなんですけど日本の場合は独自にグリップチュービーレザーっていうグリップが良くてで、えっと、肌触りもいいもう皆さん手入れていただくとあなんかこうしびていらない掴めるよっていうねいう方が多いですけどこんな感じでございますねはい。 それからもう一つは外からも見えないんだけどここのとこですねあのウィルソンなんかはもともとそうなんですがえっとライニング内袋ねこのこれ内袋外袋の中に内袋がズボンって入ってるんだけどその内袋がスクエアライニングっていうローリングさん言い方してますけどねウィルソンのデュアルと同じ形同じような形状になってございますだから えと指先が強いですし非常にねあのー、快適な指のストールフィンガーストールを構成しているということになります。ということでねだいたいポイントは押さえたかなあ,あごめんなさいピッチャーのモデルですモデルの話するの忘れたピッチャーのモデル指当てじゃなくて指カバーは人差し指そりゃそうですねこれこれはこういうふうに使ってくださいねっていうやつだからねはい。 でえっと、ウェブはワンピースモディファイワンピースでこれは Y かなわからない、うん、この悪魔の顔のようなところに星が入ったこの飾りデザイン、うん、何をイメージしているのかっていうのはちょっと聞いてみないとわからないちょっと聞いてみますまたねはい何だろうねあのじいさんの好きな読みぐりじゃないよねうん 怖っでこれ型番は N54MG になってる N54 だからこれナイアシュベースのスのタイルだと思いますこういう感じですねうん54だからえっ、ー、と,と2分の1なのあこれちっちゃめだうんちっちゃめの投手用ということになりますね これあのー、よいしょ今回はいつもの A15 型の MG と、N、今度は N54 型の MG が入ってる従来のプロプリファードも入っあこれフィンガースタイルか従来のプロプリファードどこだあここだ従来のプロプリファードにはないスタイルです、ね、従来プロプリファードこの A の15の方とそれから ファーストバックの方。これしかないのか、もう。あ、絞ってきてるのか、この辺は。で、えー、っと、フィンガーシフトには、この、ここのシリーズには投資用ないし、で、その上の HOH プレミアム。プレミアムが、あ、A15 だけか。A15 と、 もう一つはこの N54 でやっていこうってことだなだから11.75と小ぶりの11.5こちらの方で展開するというで今回うちの方仕入れたのはね A の15はあるのでこの N54 っていうね、えー、スタイルのものを仕入れてございます GP4PW に N54MG ですね11と1 2分の163,800円いかがでしょうかね えー、よろしくお願いいたします。もちろんこち、こちらはあの高校生仕様。こちらは佐伯市用ということになります。けれども、もうん何が違うか川が違うね。はい、ということでございました。ありがとうございます。